田島先生、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。減量をしているとですね、どうしても甘いものがこう、はい、欲しくなってしまって、はい、0キロカロリー系のですね、甘味料、人工甘味料の入った、はい、まあ、炭酸飲料だったりとか、はい、スイーツとかっていうのを、まあ、食べる方結構多いと思うんですけれども、うん、でこの人工甘味料って結構体に悪いっていうふうに言う意見だったりとか、その反面別に悪くないっていう意見もあると思うんですけれども、実際のところ人工甘味料っていうのは体にどうなんですか？はい、まあ、これははっきり言って、今市販されているものでは、まず悪いものはまずないと言ってもいいと思います。これは量の問題もありますけども、まず量が厳しく管理されていて、もし毒だとしても、本当に少ない量、本当にこれシビアに少ない量ってやってるんですよね。ですから、毒だとしても逆にホメオパシーとかアイルベーダーみたいに体に少量の毒を入れた方が抵抗力がついていいとかっていうことも考えられますし、特にこのアスファルテームなんかすっごい悪者にされてますけど、実はこれ何が悪いって言われてるか知ってます？アスファルテーム。いや、なんとなく悪いなっていうイメージですね。よく聞くんで。これはですね、アスファルテームっていうのは エルファラニン化合物っていうものができていて、これは何が入っているかっていうと、アスパラギン酸とエルファラニンと、もう一つメタノール。これが、メタノールが 10% 入っている。だから体に。まあ、アスパラギン酸とエルファラニンは、エルファラニンは必須アミノ酸で牛肉とかにも入ってますし、アスパラギン酸は名前の通りアスパラガスに入っている。体にいいと言われています。で、メタノール。これは戦時中に第二次世界大戦の時とかにアルコールがなくてメタノールをお酒の代わりに飲んで、メタノールアルコールですね、飲んで、目がつぶれたとか、まあ、そういうような話があって、めちゃくちゃ体に悪い。ただこれは、使ってる量の問題なんですね。例えばこれ焼酎にも入ってるので、焼酎もちょっと前までは目がつぶれるから飲むだとかっていう、安酒飲んだら目つぶれるみたいなのがあったんですけど、今は焼酎っていうのはそんな量入ってないから全然健康にいいですよっていうふうに言われています。で、アスファルテームはどのくらいこの例えばダイエットコーラとかプロテインの甘味料とかに入ってるかっていうと、アスファルテームっていうのはですね、糖の200倍ぐらいの甘さがあるんですね。そうすると砂糖の200分の1のさらに 10% しか入ってないのに2000分の1しか入ってないわけなんですよ。そうすると焼酎よりもはるかに少ないわけですよね。ですからアスファルテームを体に悪いって言ってる人は焼酎飲んだら目つぶれるっていう話なんですよね。ですから本当に2000分の1しか入ってないものを大騒ぎするっていうのはどうなのかな。で、まあ、皮肉なことにですね、コカ・コーラボトラーズで出しているコカ・コーラプラス、コカ・コーラプラスっていうゼロカロリーの、特効で認定されているものなんです。今のコカ・コーラボトラーズのコカ・コーラゼロっていうのは、まあ、日本でそういう評判が悪いから、一回アスファルテームを抜いたりとかしてるんですけども、特効になっているコカ・コーラプラスっていう方には入ってるんですよね。だから、アスファルテームが含まれているものが特保に認可されているということも一方で起きているわけです。特保に認可されている方にアスファルテームが入っているわけです。そうです。はい。入っているわけですね。ですから、本当に2000分の1のメタノールがどんな悪さをするか。じゃあ、アルギニン酸とフェルアナニンですね。エレフェルアナニンがどんな体に悪さするかって考えたときに、本当に論理的に考えたら、この2つはまあすごい体にいいもんね。エルファナニンは取りすぎたら悪いかもしれないけど、まあ牛肉とかにも入ってるって方が考えると、まあアスファルテームで取りすぎはまずありえないわけですよね。200分の1なわけですから。まあ40% くらいしか入ってないのかな。だからもう本当に少ない量しか入ってないわけですね。ですから、そんなことで体に悪くなるわけがない。ということなので、あと、天然甘味料ならいいと思っている人多いんですけども、天然甘味料の方が、実は管理が、人工甘味料ほど厳しくないんですよね、天然である。ハードルがやっぱり人工甘味料っていうのはものすごい高くなってて、ちょっとでもダメな可能性があったら全部却下で、だから現在使っちゃいけないものもいっぱいあります。ですから現在今使っているものはものすごい管理されている中で、しっかりした量が決まっているので、逆に安全。で、天然甘味料の場合は逆に、まあ、例えばエリスリトールなんか最近まですごいいいって言われてたんですけども、ここに来て急になんかアメリカで4000人以上の、実験をして、出た結果がですね、まあ、エリスリトール値が血中濃度が高いと、血栓ができやすいということで、エリスリトールの血栓ができて、取りすぎると、まあ、心筋梗塞、脳梗塞になる恐れがあるんじゃないかってことも言われ始めてますし、まあ、あとはですね、まあ、エリスリトールにおいては、トウモロコシから作っているので、最近環境、要は、あれですね、破壊を防ぐために、持続可能エネルギーって言って、バイオエネルギーって流行ってますね。あれが、トウモロコシ材料じゃないですか。
で同じトウモロコシを使ってるんですよ、LSD糖って。だからその考え方によっては環境破壊につながる可能性もあるということで、うん、いいことばかりではないということですね。ですから人工甘味料が体に悪いって言われているのは、あのなぜかっていうと、まあ大手が扱っているわけですよ。要はペプシだったりとかコカ・コーラボトラズとか、うん、そうするとあのアメリカなんかは訴訟を起こしてちょっとでも勝ったらものすごいお金をもらえるってラッキーなんで、何十年も前から訴訟が何回も繰り返されてるんですね。でも全然勝ったことがないわけですよ。ですからその訴訟を起こすときにここが悪いこれが悪いっていうのがいっぱい出てきて、そこだけを切り抜いて体に悪いっていうふうに言ってる人たちが多いんですけど、でもその訴訟っていうのは全部負けてるので、あのあれですね、あの実際にあの論理的に考えたらこの証拠は全くないわけです。なんとなく体に悪いとか、あのじゃあ何が悪いんですかって言ったらメタノールが悪い、じゃあどのくらい入ってますかって2000分の1しか入ってない、じゃあそのエルファラニン化合物は今現在日本でどこに使われていますかっていうと、特効の認可されている商品に入ってるっていう、そういうことが起きてるわけですね。ですからまあ流されて、人の意見に流されて体に悪い悪いって言ってちゃんと理解しないで、物事を考えちゃうとそういうところに騙されるんで、ちゃんと理解した上で体にいいか悪いかっていうのも考えられるといいですね。じゃあそうですね、製品に含まれているような人工甘味料の量っていうのは、はい、まあ、そんなに体に悪いような量ではない。そうですね、かなりシビアにあの規制がかかっているので、あの危ない量っていうのに近いっていう量もまず含まれてないので安心できると思います。あとなんとなく天然甘味料の方が、はいはい、響き的に体に優しいのかなとは思ったんですけれども、はいはい、逆に人工甘味料の方がしっかりと管理されているっていう点では安心って言えば安心ですよね。じゃあ減量中でも人工甘味料入りの炭酸とか飲んでも大丈夫ですか？はい、もう全然あの飲んでる人いっぱいいますね。あのボディビルダーとかフィットネスモデルの中でもそれなくなったら困るという人いっぱいいますから。わかりました、はい、本日もありがとうございます。はい。